まあでもネットにビビりすぎっていうのもあるけどね、世間がネットに左右されすぎというか、まあ、何が本当の情報かっていう、正しいか正しくないかをはあの見て判断できるかどうかを身につけてない人間が多すぎる。これ俺は SNS1 個もやってないから、もうこれ酒入れたらあれか、これ、いやもう本当飲みたいぐらい今これ最後だし、全部もう昔なんかもうね、だって今こういうコメントにビビりすぎて誰も何にも言わないし、このネットの意味がない、申し訳ない、私は今日言わせてもらうよ。怖い怖い怖い、急にネットじゃあ SNS やってくださいって皆さん言いますけどね、はい、何をもって豊かなんですかというところを考えてください。俺極端な話言ってますよこれ、うん、自分がなくて情報に何が正しいか何が正しくないか、いろんな情報に惑わせて結局自分の意見がなくなっている、でみんながのにが叩いてるのを自分のストレスをそこで吐きだめるやつもいる、はいはい、もう何が自分の中での時間が大事なのかとか、自分がどう生きるとか、そういうの全くあの考える時間が今真逆になってる。なるほど、自分の時間がなくなっちゃう。そう、何が豊かかどうかを本当に考えるべき時間がないし、情報も、ま、間違ってるし、正しい情報もあるかもしれないけど、その情報によって惑わされてるし、はっきり言ってきますよ、本当に大事なものは自分の中にもすでにありますから。皆さん何ですか。いやそれはおのおのにあります。本当に大事なものとか、本当にあのやらなきゃいけないとか、見なきゃいけない、うん、知らなきゃいけないことってネットには一個も落ちない。落ちてない。でも調べることによって、その自分の好きなことがネットによって拾えるってところ。だからそのいい部分は、ね、いい部分はもちろん全く否定しないし、その情報がいろいろ、いらない情報はいらないと、そうとか、もうそれで生活がいっぱいになってるし、はい、常に携帯いじってるでしょみんな、うん、じゃないよ、携帯いじらなくて普通にマジで公園で一人でいろいろ考えてみよう。もっと大事なことなんか、もっと触れなきゃいけないことがやらなきゃいけないこといっぱいあるよ。ガラパゴス諸島みたいなことよ。ガラパゴス諸島はその島国独自の発展を遂げて、はいはい、生物たちがあの独特の形だった、ね、はい、日本も島国ですよ。侍、腹切り、忍者、謎ですよ、うん、もうガラパゴスですよ、人間のある種 ね、 極端な話、ちょんまげやってさ、相撲体ぶつかって、世界中どこ見てもないんだから、うん、そうやって鎖国っていう、まあ当時は本当の鎖国じゃないけど、それはもうある種閉鎖したからこそ自分で考えて独自の文化が生まれるわけ、うん、わかる、日本の文化もそうだし、まあね、結局海外のものとか全部取り入れてたら、あこうしなきゃ、海外っぽくしなきゃ、 あれもこう飯をこういう食わなきゃじゃなくて、俺たちは鎖国して自分たちで考えて、こういう曲げを言って、こういうルールで戦ってっていうのが、後に世界から見たらなんだあの国、すごいオリジナリティあるじゃん、まあね、これがオリジナリティなんですよ。独自の文化を養いたかったら閉鎖するべきなんですよ、ある種。あ、極端な話ですこれは、ね、あと僕の意見ですよ、はいはい、そういう意味での自分の中で大事なこととか、自分のオリジナリティとか、本当に自分が何をするべきなら、人に何を思うのかっていうのは自分の中にしかないですよね。